僕らは時として筋書きない日々に、ああ追いつけなくてうつむいて、いつの間にさ旗から見りゃ苦労人、はたまた前たがりで、いつしか心非公開に鍵をかけた。巻き戻しはできないとしても、やり直しだったらきっと僕にしか見えない、相変わらずなモンスター。まさかって時に顔を出すギョレ、かっこいい次も閉じ込めるありもないけど、いつか君と向き合えるから。一人きりじゃないよ、ありがとうございます。一発見てくれました、お疲れ様です。あの今日もありがとう。あさ探し疲れてどれくらいだろう。うん、チアルありがとうございます。大丈夫よりも強くて、あ頑張れよりも優しくて、羽ばたける言葉。ありがとうございます。小次郎さんの作詞で、そうです、作詞をしていただきました。素敵な本当に曲で最高でございます。5日の対バンね、5日の対バンではちょっとフェイス歌うか分かんないですけど、あ、ようこ先生ありがとうございます。せーせアロン最後一歩進め、ありがとうございます、それは絶対ね、生歌聞きたい。 MV のお気に入りのシーンか、鍵を開けて鍵を開けてやばいこれフェイス打たなかったら、ま、そうやね、うん、詐欺ですね。うん。6月になりましたね。はい、最高です。今日も、ね、行ってきましたよ、神社。お、桜っち、スパゲッティ食べる猫ども、ありがとうございます。家を出るときは鍵を閉めて、家出るときは鍵を閉めて、なんか宿ってました。アロヤ、青森行きたいです。理不尽なんてはあるの、頭に浮かぶねもっと寝ろ。Say go。 かもる方の俺だった歌う。みほさんありがとうございます。
ありがとうございます。なんじゃこれ、ナナさんありがとう。なんかカラフルなマイクもどき、ありがとうございます。カメハメハ誰が手伝ってくれたの？有志です。有志とあの 朝活メンバーで今日は行きました。3人ですね今日は。ストーリーに宿ったあの蜘蛛の巣で糸で葉っぱが浮いてたんですよ。でもこれはつって、宿ってしまったよね。心が綺麗楽になった、心が急に楽になったって、やっほー、いつか楽しみ、いつか俺もめっちゃ楽しみ。後ろ走ってる人めっちゃ見てるマジ。5日まであと少し、あと少しだけ出会うのがさ、遅れるように笑顔の日が、クレイジーラブ、クレイジークレイジーラブ You か。久々、確かに日本も一緒です。オスロイの一品マンボー、あいつら僕だったか、君の好きな歌を得てたら幸せな、笑い合ってるだけでも幸せだったな。お、ありがとうございます。おすすめの曲何？今で言うと、まあおすすめはそうですね、今が旬のフェイスっていう曲ですね。はい、それがちょっと当店では人気でございます。カオスすぎて、思い出してしまうは僕だけかな。さつきさんありがとうございます。さつきさんありがとうございます。これももちろんトミさんからいただきましたし、もう奪ったこいだから愛を奪ってたのかな、あもう少しだけ出会うのがさ、カズキくん来た。え、マジですか、カズキくんまだ届かないんですけど、めっちゃ楽しみしてんのに、なんてやろ、無視してない、無視してない、カズキ無視してない、まだ届かないんですけど、はい、これ10日経ったっすよね、10日まだ経ってない、まだ届かない、そういう、もう待ちくたびれて、待ちくたびれちゃって、ほんまに電話でそうですね、確認したいと思います。
あの和樹先大先輩がですね、僕の誕生日にね、めちゃくちゃかっこいいあのサングラスをプレゼントしてくださいましてですね、それが10日後に届くってなったんですけど、待ちくたびれてて、もう少しだけで会うのがさ、ゆみさんありがとうございます。歌うやつ、もうすぐ届くのうまいこと言うな。もう少しだけ届くのがさ、早かったならばお揃いのサングラスもこんばんは。みほちゃんのギフト、みほちゃんギフトくれたんすか。すいません、すいません。みほちゃんすいません。みほちゃんすいません。何言ってくれたんすか。焼きポンデリング食べてるんです。猫もする。嘘する。マジすいません。気づいてない。私4回もする。いや、嘘やろ。見えてないと思う。絶対見えてない。制裁やね。モンスターが多分見さしてないんですわ。目つぶって気持ちさえに歌って。そう、すいません、ガチすいません。みっちゃん、みちおちゃん、みちおちゃん、みほさん、すいません。よかった、優しいクリアしてくれるけど、あのちはるんさんとかだったらもう胸ぐらつかんでって怒られます。すいません。初めて来ました。ありがとうございます。アローと申します。よろしくお願いします。これがめっちゃ気持ちよくて、旦那と喧嘩してイライラ。お願いします。毎日モンスター連れてなんて、それなんぞやねん。千春さん優しい人だよ。分かってます。あのネタですか。ネタですか。はい、あ、来た来た。すいません、あまりお酒飲めなくて。もう少しだけって、ね、私も初めての参加です。お、リアルさんありがとうございます。嬉しい、初めての参加の方嬉しい。初めての参加の方ガンガン参加して。ええねん。みちおちゃんからアヒルのギフト。いや、マジでアヒルのギフト出てないっしょ。見えてないんですけど。
出てない出てない、本当に出てないです。私のとこにもねえ、ほらほら、うわ、ちょっと待ってもろていいですか。冤罪、私も出てない、ほらほら、見てみてくださいよ。確かにあのギフトをあげて見えないの、としえさんありがとうございます。今見えました。みちおちゃんありがとうございます。ちょっとならみちおちゃんのために一曲歌わさせてもらいます。僕にしか見えない相変わらずなモンスター、まさかって時に顔ですよね。これみちおちゃんのために歌いました、ありがとうございます。すいません、これで勘弁。チアルありがとうございます。モンスターって何、あのモンスターってあの僕にしか見えないモンスターっていうね、そうそうそう、歌にあって、編集動画作りたいから名前呼んで、いろは、アーロさん優しいですね。アーロさん、ね、優しいんです。すいません、これからも私もスルーしてそういう人が増えれそうですね。ギフトを隠すモンスター、なんだよ。あ、エミさんありがとうございます。これ見えました見えました見えました。おばくり、いやいかに、そんなないです。ココさんありがとうございます。サクラッチありがとうございます。ちはるさんありがとうございます。みつよちゃんありがとうございます。これ見えたよ。そう、としえさんありがとうございます。今月のね、チューンマンデーゲストですね。マンデーじゃなくて、マンスゲスト、はい、ですね、もう多分告知されてるもんと思うんですけども、6月の週マンスリーゲストです。トークしてきました。収録なんとトーク2時間してきました。はい、もうめっちゃ喋りました。ドンベルマンインフィニティス、ドンベルマンインフィニティスの僕の大好き大好きだった、その当時もう学生の時ずっと聞いてて、もう今でも大好きなスエさんとこう共演させてもらって、で一緒にお話をするっていうのがありまして、もう告知されたのでいいと思うんですけど、よかったらね、チューン見てください。最高でゴンス。おゆみさんありがとうございます。大好きな人とトークはもうね、幸せすぎて2時間すぐ終わった。そうなんでくす。チューンは関東だけなんかな、わからん。めっちゃ緊張したけど、でもめっちゃいい人とだってして、すごくいい人でして、うん、大好きです。九州は中ないんだ。なら切り抜き太郎くんか。はい、ということで皆さんサブスクの方に参りたいと思います。皆さんぜひありがとうございました。
それではまた、ありがとう。